リチウムイオン電池が原因とみられるゴミ収集車や処理施設での火災が急増しているとして、ゴミ捨ての正しい方法について呼びかけられました。NITE 製品評価技術基盤機構によりますと、2018年度からの4年間でゴミ処理の過程で発火などが起きた件数は5529件で、被害額はおよそ111億円に上るということです。リチウムイオン電池を含むモバイルバッテリーや加熱式の電子タバコなどの急激な普及が主な要因と見ています。この電池には可燃性の電解液が使われていて、ゴミ処理の過程で押しつぶされると内部でショートし発火する恐れがあります。リチウムイオン電池を含む製品を捨てる際は、自治体の指示に従って分別することや、電池を使い切ってから捨てるよう呼びかけています。